終了いたしました。次に中島正純君。委員長。中島君。国民新党の中島正純でございます。本日は、参考人の皆様貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。社会保障と税の一体改革は24年度の予算審議において最も重要な一つだというふうに思っておりますので、私の視点からですね、順次お伺いさせていただきたいというふうに思います。まず駒村参考人にお伺いしたいんですけれども、この社会保障と税のこの一体改革の議論の前提として、現行の社会保障制度のどこに問題点があったのか伺いたいと思います。例えば、社会保障給付の半分以上を占めると言われておりますこの年金制度の最大の課題は、世代間の不公平という指摘もあります。40歳代以下の世代は給付よりも負担の方が大きくなるというふうに試算されておりますが、この年金制度における世代間格差をはじめとする、現行の社会保障制度の問題点について、駒村参考人のお考えをお聞かせください。駒村参考人。現行制度の、課題としましては、やはり圧倒的な財源不足が今起きていて、それを全部国債と次の世代に付けを回しているということがあると思います。もう一つは高齢者の給付に偏っておりまして、子ども向けの給付が不十分であると。1990年の早い時期におそらく両立支援、子育て支援をやっておけばですね、これほど深刻な少子化にはならなかったんじゃないかと思います。20年ぐらい先進国に比べて遅れだと、こういうふうに評価しております。その上で、この問題としては持続可能性を高めると、現行制度をそのまま持続するかどうかというのとは別です。直さなければいけないところは直さなければいけないと思いますけれども、少なくとも現行程度のお金はやはり日本の高齢化の状況を見ればかかるんだろうと思います。一方で世代間の不平等についてでございますけれども、もちろんこれはこれ以上の不平等が拡大するのは回避すべきだと思いますけれども、逆に不平等の解消を第一目標にするとですね、かなり今度は議論が混乱してくると思います。他の国でも見ましても、やはり財政の持続可能性が第一優先順位でありまして、不平等の解消そのものをですね、高い優先順位に上げた改革というのはあまりございません。やはりこれ以上の拡大は防ぐというのがですね、視点ではないかと思います。以上です。以上。中島君。ありがとうございます。続きまして 西澤参考人と森信参考人にお伺いしたいんですけれども、現在の日本の財政状況を鑑みればですね、経済の健全化は急務の課題であるということはこれは言うまでもありません。2月17日に政府が社会保障税の一体改革大綱を閣議決定したことは、一定の意義があると思いますけれども、社会保障と税制、つまり、歳出と歳入を一体改革するということについて、お伺いいたします。西澤参考人。お尋ねはこの社会保障と税を一体改革するということで、この現在のご存知のとおり社会保障一般会計で30兆円近く、今度の予算では特例国債ですか、交付国債が出たことで数字は減りましたけれども、やってることは正しいと、一緒にやることは正しいと思います。ただもう少し欲を言いますと、この一般会計から30兆円もの国費を出すという社会保障の財政構造自体を見直すべきであると考えています。というのも、今の社会保険の各法律は支出の一定割合を国庫が負担するという構造になっております。これは社会保障費が伸びて税収が伸びない中ではサステナブルであるとは考えにくいものがあります。ですから社会保障と税の一体改革と真に銘打つのであれば、各社会保険法の国庫負担の項目自体を見直すべきであるというふうに考えております。はい、森信参考人。今歳出歳入改革とおっしゃいましたが、実はこの自民党時代は歳出歳入一体改革という言葉でずっと議論してきたんですね。ところがそれがそうするとその歳入と歳出、一体的じゃないじゃないかということもありまして、今はその税社会保障一体改革という名前に変わったわけなんですが、私流にその変わった意味を問いますと、税も社会保障もですね、同じ国民の所得を再分配する手段なんですね。税制でやるか社会保障でやるか、それはいろいろあるわけで、そこをうまくつなげるのがですね、
税と社会保障一体改革だというふうに思います。ただ今の大綱にありますこの与党の案はですね、必ずしもそこが一体的になっていないというところがあると思います。でそれは実は例えば給付付き税額控除というようにですね、あるところまでは減税で対応し、あるところから社会保障給付で、その代わりこのシームレスなですね、切れ目のない所得再分配政策を遂行することができると、そういうものをインセンティブにして失業も貧困も克服していくと、そういった制度をこういうものを入れること自体が私は税社会保障一体改革のですね、本当のあるべき姿ではないかというふうに思っております。以上、中島君。ありがとうございます。続きまして細野参考人にお伺いしたいと思います。社会保障と税の一体改革の理解が進んでいない、そういう声も耳にいたしております。民主党の新年金制度が素案に盛り込まれてしまったことで、逆に議論が拡散してしまっていると、国民の皆様に説明しにくくなったという面があるのではないかと危惧をしております。本来この新年金制度にかかる部分は別に掲げるなどして、議論の対象が現行制度の改善であるということを明確にした方がもっと分かりやすかったのではないかなというふうに思っております。細野参考人にこの政府の社会保障制度そのものに関する説明のあり方も含めましてご所見をお伺いいたします。細野参考人。はい、おっしゃる通りだと思います。与謝野さんが、今回社会保障と税の一体改革をまとめた責任者として言ってたんですけれども、でその与謝野さんがその後に、中間社会保障っていう社会保障士の専門誌で民主党のそこの案に盛り込んだのはもう記念碑ぐらいなもので、実質的にはその今の現行制度の補修だから本当に普天間と同じような感じで前に元通りみたいな状況になっているっていうふうなことはおっしゃってるんですね。で、私も委員として参加してた印象でもそのような形で思ってます。ただやっぱり与野党できちんと議論するためにもこれまでの経緯とかを考えてたときに、結局その常にその民主党の側は自分たちの具体案がない、でそれについて具体的に議論しない限り一歩前に進まないっていうふうに、その論理でずっとこれまで来てた経緯があるので、だからこそまずは本当にその民主党案ってものを6月ぐらいに期限をきちっと区切ってしまって、でその期限を担保してくださるのはまさに国会議員の皆さんだと思うんですけども、それでちゃんとその期限を決めて、そこまでにちゃんとまず出してもらうと、でそこで議論していったときに、私の予想ではおそらくそこの現行制度のものに行き着いて、ようやく国民の理解もはっきりしてくると思うんですね。でそこで民主党がまだそのよくわからない状態のものを抱えているから、いろいろ焦点がぼやけているところはあると思いますので、そういった意味でも国民の理解を進めるためにもとにかく早く具体的な案というものを出してもらいたいなというふうに考えております。中島君、ありがとうございました。これにて中島君の質疑は終了いたしました。次に